小林製薬はヘパリン類似物質がかゆみの抑制に関わることを発見しました。傷跡や火傷の跡が残っていてかゆい、そんなお悩みを持たれる方も多いのではないでしょうか。実はそのような皮膚の下では炎症が起き、かゆみを起こす物質であるヒスタミンが放出され、かゆくなることが分かっています。また、傷跡に神経細胞が伸長することも、かゆみが生じる原因とされています。小林製薬では、かゆみの原因である神経細胞の伸長に注目し、大学と共同で研究を重ねてきました。神経細胞に対して何もしない場合と、ヘパリン類似物質を加えた場合で比較してみると、ヘパリン類似物質を加えた場合では、神経細胞の伸長を抑制することから、今回新たにヘパリン類似物質がかゆみの抑制に関わっていることを発見しました。傷跡や火傷の跡にかゆみを伴うことがありますが、かきむしる行為は絶対にやめましょう。かきむしる刺激でかえってヒスタミンが放出され、かゆみが増えてしまいます。かゆみを伴う傷跡に対してはヘパリン類似物質の塗り薬や抗ヒスタミン成分の入っている塗り薬がありますので、そういった市販薬を使うのも良い方法です。